はい、いやいや、連投、はい、連投ごめんなすって、連投ごめんなすって、どうも闇の熊さんでございます。はい、連投になってしまうんですけれども、こんな大ニュースですね。お前、動画作るわけにはいかんでしょう。はい、スーパー大ニュース来たよ、スーパー大ニュース来たよ。あの NHK、あの悪魔の NHK、NHK が終わりました。NHK が終わりました。あのね、誰も見ていない放送番組をで、番組をですね、勝手に流してですね、電波流してる、電波流してるから、おい、国民、おい、金払えということでですね、受信料という税金をですね、あの、一括徴収していたあの NHK がですね、終わりましたよ、終わりましたよ。なぜか、なぜか、なんで終わったのか。うん、NHK のですね、お父さんとも言うすべき存在、はい、イギリスの BBC、 イギリスの放送局 BBC がですね、に対してですね、イギリス政府がこんな発表したんですね。はい、公共放送 BBC の受信料制度、はい、受信料制度などを含む放送に関する白書を、公表したわけですけれども、この中でですね、BBC のですね、この受信料、一律徴収制度がですね、2027年にもですね、終了すると、終了すると、終了すると、受信料一括制度終了するということをですね、正式に公表いたしました。公表いたしました。まだですね、するかもしれないという話なんだけども、こうやってですね、正式にですね、公表するのは初めてのことでございまして、今 NHK にはですね、激震が走ってます。 NHK 激震走ってます。ほんでね、この件に関してですね、 NHK まだですね、正式な声明出しておりません、出しておりません。ゴールデンウィークを理由に逃げ切る気でしょうか。逃がすかボケ、逃がすかボケ、大騒ぎしてやるわこの野郎ということでですね、動画を作らせていただきました。で、国民がですね、このニュースを読んで国民がですね、どんな感じで喜んでいるのかというですね、その喜びの声もお届けしたいんだけども、このニュースを知ってか知らずか、なんと噛みついてきた大バカ野郎がいます。噛みついてきた、こいつ、どこ、ひろゆうき、ひろゆうきでございますな。あの有名人ひろゆうきがですね、このニュースを知ってか知らずか、はい、NHK に関してですね、おかしな持論を述べまして、国民からですね、はぁ、お前何言ってんの、はぁって言われまして、プチ炎上するというですね、おバカなニュース、おバカなニュースまで含めてお届けしたいなと思います。ちょっと早速読んでこうぜ、早速読んでこうぜ。いや、これすごいね、 NHK 終わるぞ。ちょっと NHK のこのニュースですね、2本ございますのでね、ババーっと読んでいきましょう。いきますよ、はい、イギリスの BBC、 受信料一律徴収終了へ。はい、これで NHK も終了でございますよ。うん、だってね、 NHK っていうのはですね、常に、ね、NHK のお父さんであるですね、イギリスの BBC の動きというのをですね、常に経営に、ね、反映させてまいりました。で、その BBCがですね、はい、受信料一律の徴収やめようかなってはっきり言ったわけでございますから、 NHK だってやめなきゃいけないよ、やめなきゃいけない、はい、イギリス政府みたいにですね、岸田動け、あ、こういう時にね、今日このタイミングでですね、岸田じゃなくて高市さんが総理だったらね、あの総務大臣もね、歴任してですね、 NHK に疑問を投げかけていた高市さんが総理大臣だったら絶対 NHK 終わってましたよ。いやー、くそー、俺たち自民党員は絶対に選択を間違えましたね。いや、でも岸田、おい、岸田、でも BBC がですね、イギリスの BBC がですね、終わるかもしれないんですよ。ね、NHK も終わらせようぜ、岸田。な、これ、参院選の新たな争点じゃない、NHK に通して、対して、どう思いますか、皆さんっていう、これもね、新たな争点になるんじゃない、それ、N 国党が伸びるな。N 国党、いやー、複雑。まあ、いや、読んでこう。はい、BBC 一律、受信料一律徴収終了へ、ネット動画配信サービス普及でというニュースですね。はい、これね、イギリス政府の正式発表でございますよ。はい、ロンドン共同、はい、イギリス政府はですね、29日までに、公共放送 BBC の受信料制度などを含む放送に関する白書を公表しました。28日付の白書によるとですね、BBC の一律徴収制度がなんと2027年にも終了する可能性があると。ということは NHK もですね、27年に終了する可能性があると。終わっちまいこの野郎。はい、ほんで、ね、近年のですね、インターネット動画配信サービスの普及により、BBC などの視聴者が減少して、不公平感が高まっていることなどが主な理由だというと、今更ですか。まあ、政府はですね、まあ、ちょっと動き遅いからね。でも、これが理由であるならば、日本でも全く同じ動き起こっておりますから、来たよ、みんな来たよ、2022年、これ大ニュースでしょ、これ。ああ、楽しくなってまいりました。BBC がですね、一律徴収をですね、廃止をして別の制度に移行すれば、同じ公共放送である NHK の受信料をめぐる議論にも影響を与えそうだ。与えるに決まってんじゃねえか。イギリスのメディアによるとですね、BBC の代替財源として、広告の導入やネットの視聴に対する課金、税金の導入などの案が浮上している。ちょっと待って、最後の、税金の導入、おい、岸田、これをやめろ。なんで NHK に税金の導入しなきゃいけないんだ。NHK さんな、自分たちで頑張りたいんであればですね、広告料を取れ。手伝ってやろうか、広告代理店の、もっと広告代理店の俺が手伝ってやろうか。広告の導入やですね、ネットの人の課金ですよ。あの、ネットフリックスでも、ね、最近ね、叩かれまくってるネットフリックスのですね、同じような、ね、課金制度とか導入したらいいんじゃないの。ね、見たい人だけが見る。見たい人が見ただけが見る。そういう体
制整えたらいいんじゃないの。そしてもうちょっと詳しい記事が ありましたので、こっちも読んでいこうか。イギリス BBC 受信料の一律徴収、なんと2027年にもですね、終了へ、高まる不公平感、 NHK 受信料をめぐる議論にも影響ということですね。これ間違いなく参院選、これ、ね、N 国党が大奮起、 N 国党が大奮起するよ多分、これをね理由にですね、立花隆さんがですね、多分ですね、わっしょいわっしょい状態になる可能性がございますよ。さあ自民党どうする、この波に乗らなくてどうする自民党。イギリス政府はですね、29日までに公共放送 BBC の受信料制度などを含むですね、放送に関する白書を公表したと。28日付の白書によると、BBC の一律徴収制度がですね、2027年にも終了する可能性があると。近年のですね、インターネット動画配信サービスの普及により、BBC などの視聴者が減少して、不公平感が高まっていることなどが主な理由だというと、BBC がですね、一律徴収をですね、廃止をして、別の制度に移行すれば、同じ公共放送である NHK の受信料をめぐる議論にも影響を与えそうでございますと。イギリスのメディアによるとですね、BBCの代替財源として広告の導入やネット視聴に対する課金、税金の導入、税金の導入だけは俺らも死んでも抵抗してやるからな、政府分かってるなおい、などの案が浮上していると。白書はですね、数ヶ月以内に詳細が示されるとしたと。おー、これ早い、動き早いな。イギリスのですね、放送法にあたる王室直挙条はですね、約10年ごとに見直され、現行の期限は2027年の末と。白書はですね、最も公平で適切な料金徴収の手段を考える必要があるとして、期限を迎える前にですね、制度の見直しを行うとしたと。はい、NHK 絶叫だろうな。ドリーズ文化大臣がですね、今年の1月、会員で制度見直しに言及をしていました。はい、あ、これ俺も取り上げた記憶があるな。はい、政府はですね、BBC の受信料として、年間ですね、約2万6000円の支払いを義務付けていて、これ日本とよく似てますね、金額的にね、義務付けていてですね、違反者は罪に問われることもあるという話でございます。これを読んだらですね、一般国民どんな感想を抱いているのか、ちょっと見ようか、言いますよ。はい、我が国のデジタル放送は、スクランブル機能を備えています。そうだからスクランブル機能すればいいんですよ。見たいやつだけ見ればええんだよな。視聴したい人が受信料を支払って、視聴したくない人は支払わなくてよいと。ごく普通のことを NHK はどうしてしようとしないのでしょうか。訪問してですね、受信契約を強制したり、受信料を徴収するための職員も不要になりまして、経営の合理化も図ることができるじゃないですか。な、お前ら高い給料もらえなくなるから家なんでる。公平性や効率化の観点からも、スクランブル放送を行うべきであると。はい、強制的に徴収をした受信料を元手に、未契約者を相手取って裁判をするような、そんなね、悪辣組織のですね、そういう悪辣組織である必要もなくなりますという話で、もう全くおっしゃる通りでございます。まだあるよ。はい、契約するかどうかは自由に決められるという原則のうちの一つ、契約締結の自由。はい、契約をですね、締結するのも締結しないのも誰にも強制されることなく、自らの意思で自由に決定できるということ。この契約締結の自由がですね、 NHK に対しては国民は持っていないということなんですねと。学校で習ったですね、三権分立、日本はですね、立法、行政、司法の三権が分立をしていると思っていました。しかしですね、最高裁判が双方の合意ではなく一方的な受信契約も合憲と判断をしてから、日本はですね、三権分立していないのが分かっちゃいましたね。あ、もうね、もうなんだろうね、NHK というのは憲法違反でもあるというお話かな。うん、司法はですね、行政や立法にべたり、はい、最高裁判官の任命権がですね、内閣が持っている限り、行政の意向が司法に引っ張られるのは仕方がないのか、ちょっとずれた話もしますね。あとどれだろう、面白いの。これ言ってみるか。はい、何かというと、BBC を反としてきた NHK も、ぜひこのことをですね、ぜひ反としていただきたいですね、と、参考にしろよ、と、一律徴収やめろよ、という話ですね。日本の政治家もですね、報道の公正性、そして中立性、BBC の基本方針でもあるですね、これ、あの中立性ですね、訴えているわけですから、法律改正に動いてほしいところですが、現実はむしろインターネットやスマホ回線の所有者にもですね、強制加入を義務付けるという法律改正をしています。いや、本当そうなんですよ。NHK ってね、今ね、このインターネットに繋がってるだけで NHK の番組見れますから、じゃあインターネットを見てる方全員から徴収とかですね、とんでもねえ動きしやがるんですよ。おい、許さんぞ、お前、あくまでもスクランブル化でございますよ。見たいやつだけ見ればいいんですよ。あのクソつまらん番組な。NHK の実態はイギリスの BBC ではなく、中国の勧誘放送局を理想としているのは。なるほどね。NHK さん、イギリスじゃなくて、お前、あれか、中国共産党のプロパガンダテレビ局みたいになりたいってことか。より一層潰さなければならないという決意がですね、強くなりました、私。はい。強制徴収の時代に、強制徴収、時代の趨勢に合いませんね。戦時中はですね、特攻を賛美して、NHK の前身母体ですけどね、戦後はですね、新中軍におもねって、公正性も中立性もございません。強制徴収で職員が、特権貴族化しているわけでございますから、中国のですね、特権階級が理想なんでしょう。なるほどな。
おい、潰そうで、潰さなきゃいけないぞ、この組織。彼らの暴走を止められるのは、立法府の議員先生たちですが、議員先生たちも、弱小政党でも全国放送に出演させてもらえるというですね、この御用達メディアとしてですね、国民の利益よりも、自らの特権を保持したい点で、NHK と同じですね、あ、もうボロクソ言われてますよ、国会議員の皆さん。今こそ立ち上がれ、高市さんとかですね、小野田さんとかですね、小田議員とかですね、あの辺でですね、ちょっとまとまって組織を作ってですね、NHK を僕はこんな感じで動いていただきたいわ。そしてですね、このニュースを知ってか知らずが、ちょっと変なことを言っちゃった。はい、こちらの方、ひろゆきさんのこの記事、ちょっと読んでいこうか。面白かったよ。これでね、なんで叩かれてるかを見てみようか。ひろゆき氏、若者のテレビ離れの持論展開、民放の方からもっと言った方がいい。はい、何を言ったのかな。2チャンネルの創設者で、実業家のひろゆき氏、西村ひろゆきさんですね。ひろゆき氏がですね、29日 MC を務めるですね、アメバー TV ですね、にリモート出演、若者のテレビ離れについて議論を、持論を語りましたと。テレビデバイスの未来というテーマ、ひろゆき氏はですね、若者がテレビを見なくなり衰退しているのは完全に NHK のせいだと思っていると。若者のテレビ離れはですね、 NHK の責任であるというとね、テレビを買った時にですね、毎月2000円を払わないといけないという負債を負うわけじゃないですか。いや、確かそうなんだよね。テレビ局の衰退って NHK に毎月払わないといけないシステムのせいだと思っているので、はい、民放の方からですね、 NHK を潰そうと、もっと言った方がいいんじゃないですかと、若者のテレビ離れについての議事論を展開した。ちょっとずれてるでしょ、これ。ちょっとずれてるでしょ。あのね、若者がテレビ離れをしているのはですね、別に NHK のせいではございません。若者は最初からですね、 NHK 見ておりません。テレビ自体、民放も含めてテレビ自体がつまんなくなってるからです。はい、これを見たですね、多くの、ね、視聴者の方なんてことあるのか、これだけの効果。はい、若者がですね、テレビを見ないのは、テレビ離れではなくてですね、最初から見ないのであって時代の流れだと思います。だってネットの方が面白いんだもんね。はい、テレビ世代のですね、人間は番組が面白くなくても生活習慣として染み付いていて、 BGM としてなんとなくテレビをつけている。なんとなくつけっぱなしにしているんですよね。何もないのは寂しいからというのもあってですね、テレビをつけるのは癖になっておるわけです。これがですね、あのおじいちゃんたちおばあちゃんたちの癖なんですよね。ある意味中毒性のある病気ですね。若者はですね、それがですね、ネット配信に置き換わっただけね。テレビの代わりにネットを見ている、ただそれだけの環境でございます。 NHK のせいではありません。でもね、これは NHK のせいではないけれども、 NHK を潰してもいいというのはですね、私の持論でございます。本当にですね、NHK の受信料もある世代からは、理由の一つとしての関係もありますが、パソコンやタブレットがあればテレビは必要ないので、わざわざ購入してまで若者は見る必要がないというですね、理由もあると思います。テレビの代わりはパソコンやスマホがありますからね。新聞がデジタルになって、若者が購入したり読んだりすることが、少し、ことがですね、少ないように、テレビもいずれは淘汰されるのかも。あのテレビ自体がですね、間違いない。コーヒー飲む。これその通りですね。あの NHK、この問題に関しては NHK うんというよりもですね、もうみんなテレビ見てねえんだよ。俺も今日まだテレビ見てない。もう昼過ぎだけど、もうテレビ見てないしね。こんな感じでね、テレビ離れがもう起こってるの。この感じに関しては NHK 必要な、うんぬんという話じゃないの。でね、テレビ離れが起こっているのに、そのテレビの中でさらに人気のない NHK に対して受信料を払わされている我々は一体何なんでしょうか。この怒りをですね、おい、今ぶつけようぜ。ほんでね、これ自民党にもぶつけようぜ。これね、参院選のですね、争点にしてしまおうぜ。だって、イギリスの BBC 様がですね、受信料を払うこと自体はですね、やめちゃおうかなって言ってるんですよ。こんなん日本でも議論しなきゃダメでしょ。で、ちょうど夏にですね、日本ではですね、参院選というですね、非常に大きな国会議員を決めるですね、議論が、選挙があるんでございますよ。ここでですね、NHK どうする、イギリスはですね、この BBC の一括でこう受信料をですね、徴収するというですね、この泥棒のような制度ですね、やめるということを公表しました。日本どうする。当然日本もですね、この NHK がですね、行っているですね、ね、誰も見てもない番組を勝手に流してですね、それを理由にですね、おじいちゃんおばあちゃんの家に押しかけていてですね、金払え、受信料の徴収じゃーみたいなですね、そんな泥棒行為を行っている NHK をですね、許していいんですか。許してはいけないと思います。はい、来ました新たな争点。これ高市さんまだ来ちゃうんじゃないの。これまた高市人気またさらに高まってしまうんじゃないの。ということですね、これはですね、私提案させていただきます。このですね、 NHK の受信料もやめるべきだ。これはですね、次の参院選のですね、強大なテーマにするべきだと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。この問題はですね、もう面白すぎるので、私どこまでも地の果てまでもですね、 NHK を追ってきてやろうかなと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。